やあみんな、俺はマイクだ。みんな、カワグミの集合聞いてくれたかな？聞いたかな？オッケー、聞いてくれたようだな。じゃあみんな、アンティルドン3期の酸素、災害の前に、俺からの約束だ。まず一つ目、ちゃんとトイレは済ませてくれよ。このアンティルドンなかなか怖いからな。怖いし、見ちゃって、床がびっちょびちょになっちゃったら、大変なことになっちゃうぞ。それに、硬いもの出ちゃったら、とんでもなくなっちゃうぞ。いえ、敷金、礼金、余計に取られちゃうぞ。ということで、トイレは、済ましといてくれよ。そして、もう一つ約束。今、夏、猛暑だ。いやー、暑いね。汗かくよね。汗かいたらさ、喉乾くよね。ということで、みんな、水分補給は、大事にしてこよ。はっ！何もないってことはないように、ちゃんと飲み物は用意しといてくれよ。もちろん、ここにいる鎌首さんも、マイクも用意してるからな。そしてもう一つ、これが最後かな。暑いからといって、飲み物飲めば進むとかじゃない。窓を開ければ進むとかじゃない。ちゃんと、クーラーつけたり、扇風機など、ちゃんと、暑さ対策も守ってくれよ。最近、鎌首ってやつは、先月ぐらい、4月ぐらいかな。電気代をケチるやつなんだけどさ、クーラーを一日中つけまくったらどうなんだろうと、が測ったらしいんだよ。そしたらさ、なんとびっくり！夏なのに、パソコンつけっぱなし、クーラーつけっぱなしでさ、月の電気代、ガスよりも安かったんだよ。びっくりしたよ！ということで、まあクーラーがないっていう人もいるかもしれないけども、とりあえず暑さ対策はしてくれよ。そう。実はね、つけたり消したりすることで電気代かかってんだ。びっくりしたよ。逆につけたり消したりするもんってガスぐらいしかなかったからな。そう、電気代がね、つけっぱなの方が、実は良かったりしたんだね。なので、ここにいる鎌首も、今日はエアコンガンガンで、長時間ゲーム、パソコンもガンガンつけて、長時間やっちゃうってことさ。ということで、長いこと、長いこと、この画面に付き合ってくれてありがとうな。じゃあ、ここからは、本編始めるぞ。はい、ということで、どうもどうも、お疲れ様です、お疲れ様です。どうもどうもどうも。いやー、マイクさんがね、なんか喋ってましたけどね。いや、もう、ずーっとね、むさ苦しいシーン見てくれてありがとうございました。ねえ、で、ずーっとね、こうやってもごもごしながらね、こうやって、みんなありがとうね、とね、マイクありがとうね、って感じに。いやー、おかげさまでね、マイクのおかげでなんとか時間がね、ちょっとね、5分押してしまえば、まあ、注意文とか言ってたんで、まあ、20時40分くらい再開ってことでしたけども。はーい。ね。ということで、電気代の話とかもね、結構ね、本当にね、電気代のやつはね、今年実験してみてね、つけっぱの方が安いじゃないかっていう。で、1時間以内に戻るなら、消さない方がいい。ああ、そうなんですね、やっぱり。ああ、そうだね。ちょっと買い物行くくらいだったら、とかね、長いこといるとかだったら、長いこと家離れるぐらいだったら、消したりはしますけど、すぐコンビニちょっと行くくらいだったら、私も消さないです。もう、で、家帰ってきて、涼しいみたいな。って感じで。フリートーク、なんかね、コメントのね、休み、休憩時間の間のフリートークもなんかね、すげえ盛り上がってんなって見ながら、ね、みんなの、あ、そっかそっか、文字消さないと。失礼しました。はい。あー、パルム変な、まる、いちいち止まったらアップになるんかい。いちいち止まったらマイクこうなんの？嫌やな、なんか。腹立つな、今の角度。ちょっともう一回。よっしょっと、この辺かな。なんなんこの流し目やめてくれや、ほんとに。もう、笑わすわ、ほんとに。笑うわ、もう。どこに視線見てんねんっていう。じゃあ、ちょっとゲームやっていきましょうな。ね、アンティルドン続きやっていこうと思います。まだね、チャプター3っすよね、これ確か。
チャプター3じゃないわ。チャプター1の、どこだったっけ？え、じゃあチャプター2か。前回のアンテルドーンはって言ってたから。いやー、面白い面白い。うん、まだね、アンティルドーンの枠は、チャンネル会員じゃなくても一応見せるようにはしてますので、次の日後は、ぜひぜひ、入会してください。あれ、休憩の文字消えてません？あ、ごめんなさい。こっちだ。はい。失礼しました。そっちの文字を消すことを忘れてた。ごめんなさい、ごめんなさい。失礼しました。もう、遊びすぎた。ずいぶんほったらかしにされてたんだな。もったいない。よし、じゃあちょっとね、本当にマイクのね、もうあの画面遊びがね、もう、あのせいでもうコメントの文字のこと忘れてたわ。そしてちょっと、今ちょっと龍角散のドア面をちょっと口を含みながらちょっと喋る感じなんで、ちょっとカリカリ音が鳴ったりしてもちょっと申し訳ないです。ご了承ください。ちょっと長時間なんでね、もう龍角散のドア目がね。龍角散のドア目がなかなか話せられない。話せられない。うん。確かな。私たちの間に割り込もうだなんて思ってるなら、エミリーって本当バカだよね。また硫酸のドア目、溶ける溶ける喉が。ラッキーって感じ。マイクはこう言うだろうな。エミリーは君を毛嫌いしてる。へえ、そうなの。すんごいジェラシーだ。いい君。嫌われたな。龍角さんどんな味なんですか。発火の飴であるでしょ。発火のドロップとかの発火をちょっと強くした感じでもないか。なんだろうな。うん、カラッカラに乾ききってるな。発電機があるって言ってなかったっけ。ちょっとコメントでみんな龍角散の味ってどんな味かをちょっとこう表現してくれると嬉しいですね。私はなんか発火をもなんかすっごくきつくした発火みたいな感じかなとは思うんですけども、ちょっとみんなの意見をこう。マイク、粉っぽい薬っぽい漢方っぽいまあそうかもな。スースーすんだよね。そうスースーはする。確かに。警告のトーテム、なんかピエロみたいなやつが殴ってたな。ねえマイク、とっとと例のものを動かしに行ってきたらどう。プロレスみたいなのが始まるってこと。よし、さてと。で電源を入れると。どうだ、やるじゃん俺。でおお、お、電気を入れた。カニクリームコロッケさんの顔。カニクリームコロッケさんの顔の感じはなんかわかる気がします。なんかね、まぁ、ちょっと薬っていう、本当に薬って感じはする。でもね、慣れてきたら結構ね、癖になる。かな？私もそれまではね、ビックスとか、VC 酸性喉飴とか結構舐めてたんですけど、結構仕事の時とかやっぱり喉悪くなっちゃって、で、ずーっとね、龍角散、やっぱね、リスナーさんからも、龍角散の方がいいですよとかね、龍角散すごくいいですよっていう風にね、やっぱね、すごくいただいて、もう我慢をして龍角散の喉飴舐めて、最初はうわーうわーと思ってたんですけども、だんだん舐めていくうちに、意外といけるなぁ。あ、とかむしろこれ全然いけるってなって、今に至ります。どうやらカム君こいつなしじゃいられない体になっちまったみたいな。まあ、龍角散はね、そう。慣れるとね、そう。美味しくなるよね。で、ちょっとこの辺でちょっとストップすると。あれ？この辺で？どこ見とんねん。本当にもう、まあ粉タイプはね、確かに
本当に面白いわ。マイクの時以外もなるんかな、他のキャラクターでも。止まったら、こういう風にドアップになんの。そうやったらサムとかのね、ドアップとかだったらね、あ、かわいいって感じに、癒されるって感じになるんだけど。で、どこに向かえばいいのかな？希望に満ちた顔しやがって、確かにね。電気入れたから、上に上がるんじゃないのか。でもね、チャンネル作れたことで一番いいのは、あれ？さっきのドアでいいんですか？さっきの道？こっち？違う。え、戻っていいの？他のキャラでもなります？あ、なるんだ。じゃあ他のキャラクターの時は多分癒されるね。あ、電気入れたとこに行くんだ。了解です。戻る必要なかったな。ちょっと。アシュリー邪魔。2233が二宮に入ってきたみたいなセリフで笑ってしまった。ん？どういうことや？みんなのコメントのやりとりのやつはね、ゆっくり見たかったんですけどね、やっぱりちょっと再開するとね、ダーッと流れちゃうから。お、やってる？あ、ここね。そっかそっか。それで、スイッチが入らないからってことか。よし。謎は解けた。すごくいいでしょ。あ、お、やってるやってる。ああ、そういう居酒屋ね。なるほどなるほど、そういうことか。確かに。やってますね。カマクビ生放送やってますよ。でね、チャンネルになったことによってね、6時間以上の放送もできるようになったのが嬉しいですね。あと割と画質も良くなってると思いたい。通常のコミュニティの放送よりもユーザー生、そのチャンネル生放送の方が、チャンネルの放送の方がね、やっぱね、結構高画質になったりするんですよね。で、今後動画の方もちょっと高画質対応になってくるっていう感じらしいので。おお、どうしたどうした。鎌倉ママやってる？やってるわよ。ああ、捜査はまだ続いてるらしい。なんかずっとしてきた。聞いてみよう。不思議だよな、何が起きたのかも思い出せない。私が覚えてるのは、私たちが仕掛けたバカないたずらのせいでハンナとベスが死んだってことだけ。ああ、でも森へ逃げ込んだのは俺たちのせいじゃない。だね。釜首クラブ釜首。あんなバカなことするなんて思わなかったもん。ちょっと印象悪くしちゃったかな。でもちょっとマイクはね、その辺無神経な感じっていうのが似合ってそうやからな。ジェス好感度上げといっちゃう。今の聞こえた？確かに何か音が。何？ジェス好感度上げるとイチャイチャできる。楽しみやな。もうそれでもイチャイチャしやがってってことね。道が塞がれてちゃコテージにたどり着けないな。勘弁してよね。臭い不気味なロッジに戻ってエミリーとホットチョコを飲むなんて絶対嫌だから。ジェス！くそ。おい、ジェシカ！私は大丈夫よ。大丈夫か。なんだよ、ビビったじゃねえか。私だって怖かった。
頭とか打ってない。暗くてよく見えないけど、今のところちゃんと手足はくっついてる。よかったよかった。よかった。出られそう。ああ、どうかな。ここ暗すぎて何も見えないよ。ここは。いや、慎重に。よし、ジェス、カートがある。それをうまく押せば。お、アンチュンさんからここありがとうございます。あ、ちゃ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 。間違えた。これ重すぎるよ。大変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 です。ちょっともう一回やってみよう。もう一回だ。これ超重いんだけど。さっきので少し動いただろう。ねえマイク、私って筋肉ついてる方だけど、これは無理。他にアイディアない？じゃあここは慎重に。オーケー、ジェス、ライトを落とすぜ。いいか、気をつけろ。え？だからその気をつけろ。届いた？うん、おかげさまで。あ、ほんで自分で入っちゃうんだ、もう。あ、ジェス、ジェス、どうした？おい、大丈夫かよ。今何か見えたの？何を？何か動いた。多分コウモリとかなんじゃないのか。コウモリ？よし、そっち行くから、じっとしてろ。コウモリは狂犬病持ってるのよ。噛まれなきゃ平気だろう。コウモリは絶対噛むって、そういう生き物なの。もう私の中ではマイクはね、ちょっとね、役に立たないところがあるっていう。頼むぜ。やっと来た。お、勝ち口大名人さんからここありがとうございます。大変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 。行こうか。の、あっ、危ない。もう何なの。あ、もうやだ。ねえ、大丈夫？ああ、なんとか大丈夫だ。今失敗したらあれかな、マイク怪我するとかだったのかな。危なかった、とっさの判断。ああ、やだな。なんかここ気味悪い。背筋がゾクゾクする。リラックスできるように優しくしてやろうか。コテージに着くまで取っといてよ。まんざらでもない返事しやがって。お、間違えた間違えた。なんだ今の下着の姿。ちょっとエッチなのが見れたよ。そしてマイク今なんかすげえ怖い顔になってたけど大丈夫か。コウモリっておとなしいんだね基本。幸運のポン、ちょっともう一回確認しましょうか。トーテム幸運の方で見たんだよねこれ。これは警告か。こんな風に見れるんだ。なるほどね。おーおー、大丈夫。危なかった。ここにいるのは危険そうだな。ねえ、早くここを出ようよ。
んだかね。お、なんかある。はまきだ。はまき。シガーラウンジには見えないけどね。新しい。誰が来たんだ。しかもだいぶ吸ってんな。ちなみにハマキは、ハマキはあれですけどね、まあ、吸ったことある人は分かってると思うんですけど、あの、すげえ肺に入れないタバコなので。感じるな。うん、なんかすごい。先住民が書いたのか。うん、な。炭鉱の人がこんな素敵なもの書くとは思えない。あれを肺に入れたらね、めちゃめちゃゴー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 なのでね。祠のようなものかとか、何を、あの、まあ、もともとが体に悪いですけど、あの、もっと偉いことになりますからね、ハマキなんか肺に入れちゃったら。あれは本当に味を楽しむって感じのやつな。危険箇所が記された地図。あ、炭鉱の中の場所か。オーナー金を熟知していた。うちの神さんはハマキを寄せって言うんですよね。それ完全に刑事コロンボやん。そうそうそう、口で味わうんですよね。口の、口で楽しむやつなんですよ。ぷか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 あるよね。あの、ただフィルターとかないんでね、確かにね、まあ、あの、普通のタバコよりももっと匂いがきついでしょうし、まあ、最近タバコもあれですけどね、何でしたっけ、電子タバコじゃない。あ、機械のタバコのやつが出てきてからは、だいぶなんか匂い制限、あ、そんな話で思い出したけど、この間電車乗ったらすっげえタバコくせえ、おっさんがいて、もう、あれは本当に、もう、ちょっと嫌悪感を抱いてしまった。あの、別にタバコ吸う人を否定はしないけども、どんだけ吸ってたんだよ、おいっていうぐらいの匂いがしてたね。そんなことがありました。お、あ、電気タバコね。うぅー。悲劇のトーテム。これが、おー、なるほど。深夜のコンビニ前でキセル吸ってるおじいさんがいたんだ。すごいな。でもキセルもあれも結局あれか、フィルターとかはないから口で楽しむやつなのかな。渋いっすね。でもよし。で、タバコのトークしてたからなのか、偶然なのかわからないけども、思いっきりキャビンって。タバコの銘柄でもキャビンってあるけども。お風呂行ってきます。あ、行ってらっしゃいませ。おじいちゃんキセル持ってるんですね。すごい。ただいまです。あ、モモさんお帰りなさい。よし、どんどん進もう。すごいじゃない、大統領並みに立派なもの想像しちゃってた。ベッドルーム見たら驚くぜ。へえ、まさかのビップ待遇なわけ。ああ、エアフォースワンにでも乗るか。はいはい、それは選挙のために取っといてね。ねえ、望遠鏡。望遠鏡って言うと、あの望遠鏡。次は雲、そして固定。ん、あ、うわ、どうした。コテージに誰かいる。え、どれ見せて。あ、もう映らんのか。はぁ、あ、また酒でも飲んでたの。誰もいないぜ。あ、そっか。ん、どういうこと。
で、も、あ、ちょ、戻っていいのか？なんか調べ足りないところあるんじゃないかな、やっぱり。ジェス。何？相場を離れるなよ。なんで？ほら、この看板に熊出没に注意って書いてあるからね。ねえ、マイク、超いいこと思いついちゃった。何？熊を探しに行くの。おい。どう？ねえ、お願い。死ぬぞ。おい、そいつはやめておこうぜ。アラスカオオカミ、伝説的な肉食獣で、主にワピッチやカリブーなどを捕食することで知られる。アルバータ州では私有地で狼を狩ることを許されているのに、ここはブラックトパインズの狼の数を管理のもと保護されている。はあ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 。で、ハイイログマがゴミなどを漁るのを好む傾向にある雑食性の動物で非常に食欲旺盛である。鮭やアユなどの魚を好み、川辺で目撃されることの多い、危険であることは間違いないもの、人間を襲うことは非常に稀である。いや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 、どうだろうね。で、ワピチはこの年で何千年もわたって生息してきた。普段は非常に温厚な気分があるもの。リードなどを治め、年に危害を及ぼす可能性のものに対して、続きや突進を駆使して攻撃的になることがある。まあ、それはね、集団行動しているリーダーだな。ね、本当にもう。本当にね、もう最近はもうね、すっかりもうワンちゃん飼ってしまったね。もう、シャゲ取ったことがないじゃなくて、ワンちゃん飼ったことある。ドーン！シャゲドキメグルです。シャゲでね。だからこうやって雪の中こうやって言ったら、いや、たまらんなって感じに出てくるのかな。もう、クマモンって言ったらもうNG 集のクマモン思い出してしまうの。お餅ついてたらね、手袋がどんどん中に入っていってしまって、取り返しつかなくなって、お餅の中に入ってしまって、それをするガーンってなる。まこつ、あ、どうもいらっしゃいませ。あ、そうだそうだ、大事なこと忘れた。ちょっと待ってくださいね。もうやめて。もうマイクダメ。あなたのドアップはもう笑いしか来ないから。道ってこっちで合ってんのかな。あ、どうも、コールソンさん。コールソンさん、ありがとうございまーす。あ、とか。一回見れば、これヒント見ればいいのかな？コテージに向かえ。あ、じゃあ帰っていいんだ。一旦コテージに、じゃあその人がいるって言うから、行くか、ってね。アットマーク、ハルマ、女です。あ、了解です。ハルマさん、ありがとうございます。もう、何人かのこの女だっていう。あ、一回つけたら大丈夫です。コテハンは。あ、月かさん、ありがとうございます。通れる？あれ？これ通れる？通れないな。ん？どこ行きゃいいんだ？戻らなくていい。あ、了解です。女の子です。大嘘。かい SS。ああ、やっぱり。先に進める？いいね、コテハンつけといた。あ、ドールカイです。ドールさん名前載ってますんで大丈夫です。ありがとうございます。
どこに向かえばいいんだろう、これ。飲みすぎたので、ちょっと口からスプラッシュ。了解でーす。お疲れ様でーす。大変だですよ。あと、もうすでに、この、放送始まって、言ったって人は大丈夫なんですけども、休憩行ってる間かな？休憩行ってる間の時とか、休憩の時間とか以降で、休憩始まるよーっていう以降で、京都笑いの鎌首チャンネルに入会したよって方は、ちょっと、ご連絡のほどお願いします。これどこ向かえばいいんだろう？マーライオン大変よね、ほんと。あ、ここか！光ってた。休憩中入会しました！あ！入会ドールさんありがとうございます。じゃあ、色を希望に満ちたような顔するな。とかこのウィンドウキャプチャーのモードになったらなんか上に画面かぶりたくはないんだけどな。なんとかできないもんかな。本当にできなさそうだな。こうやって今多分ね、画面のところにね、ちょっと隙間隙間にね、ちょっと別のウィンドウが出てる、乗っちゃってると思うんだけども、これどうにかならんもんかね、ほんとに。ならないよね。くそ。入会したんですよ。ああ、かけきさんありがとうございます。チャンネル入会ってこれで合ってるのかな。今入ってくれたら嬉しいけど。職場からお疲れ様。あーくちゃんお疲れ様です。あ、そっか、そやチャンネル入会してるよね。ありがとうございます。もうこれいちいちこの画面色のやつこうポンって画面の上に乗ってくるのやめてください。あごぜやってますか。あ、ゆらのさんいらっしゃいませ。やってますよ。まだまだやってます。というかこの今日はすべてのゲームクリアするまで寝ませんからね。もう。お、あれリーダー。わー！気をつけてよね。あれリーダーかなって言おうと思ったらもう。羽の生えたネズミが。かわいそうに。小鳥さんのせいでお漏らしでもしちゃったの？知らないのかよ。こいつら病気持ってんだぞ。うん。まあ、もう白い袋は。袋のことバカにするんじゃないよ。可愛いんだぞ袋は。マイクめ。もちろんですよ。ありがとう。本当にもう袋かわいいよ。メンフクロウとかねえ、ミミズクとかホウジロミミズクでしたっけ。はあ、私は頭撫でましたよ。ミミズク、前に片付けとけよな。フクロウと、そしたらなぜか口をこうやってあーってやられました。こらこらって言うのね。いいアイディアある？下がってネガティブくん。おいおい、カッコつけかよ。ねえマイク、顔に何かついてるよ。ほら。ちっ。もうジェス、ジェシカ。なんかいたな。ジェス。あ。ジェス。あ、サム、火をつけるの手伝ってくれないか。
私お風呂に入るとこなんだけど。そうか、なら風呂入るの手伝ってあげようか。こっから本番、マジっすか。あーもうさ、もうちょっとかかんでくれたら、もうちょっとかかんでくれたら、ブラチラが、ブラチラが、ブラチラが。ねえジョシュ、あなたの別荘なんだからお湯の引き方ぐらい分かってるはずよね。この変態、ご変態。もういいよ、もう着衣入浴しようぜ、もうこのまま。いいよ、もうこのままもうサービスシーン見せようよ、もうサム、サマンサー。ね、到着して44分やのになかなか内容が濃いわ。今のは何だろう。あ、虹色さん、ご提案ありがとうございます。サービスシーンがこの後待ってる。あ、とか確認しておきたいんですけど、そのサービスシーンってあれですよね、おっぱいポロンとかガチでポロンとかないですよね。それがあるんだったら、あのいつやかな、あのルシウスの時もそうだったんですけど、あのあんなあのパコパコシーンとかないよね。一応確認しとくけど、あんなパコ、あの、ガチのパコパコシーンとかないよね。あれを、普通に笑ったからね。笑えるほどのパコパコシーンないよね。大丈夫です。ないない。あ、よかったよかったよかった。大丈夫です。よかったよかった。バンになるほどやったら笑う、もう。あれ？ちょっと待って。宛名をちょっともう一回確認しときたい。ハンナ、ジョッシュ、ペス、サムのファロインパーティー。この絵、なるほど、ないけど超ドキドキする。なるほど、期待がね、できるね。タトゥーカード、ハンナがしてたよね、確かタトゥーを。スプラッシュ地獄ありが、どうも、お帰りなさい。神は言っている。大丈夫だ、ここで死んでいた。間違えた。普通に間違えた。あ、かわいい。じゃあちょっとこれを見て癒されてください。サムのアップ、ちょっとニヤッとするのはどういうことなの。なんだろうね、お帰りなさいの時の SE をしようと思ったら全然違う SE の方になったから。そう、入会ってこうするんだねって。もうサムが入会してくれたらもう大喜びやん。キャッホーってね。ほほー。で、開くと、あ、なったらそんなに、あー、マイクのこと好きだったんだ。このゲーム、海外のホラードラマっぽいところがあって好きです。うん、もうまさにね、そんな感じをしてるね。こういう顔立ち好きね、いい顔立ちですよね、サム。そう、マイクが好きだったらこそ騙された。うんだね。さあ脱ごうとしちゃうよね。全然その後全然脱いでくれても、もう俺的には嬉しかったんだけどね。でもあんな悲劇を招いてしまったからな。ああ。C が多いあなた、うまくいかなさそうです。それはまるで男の中の子である彼に対して、あなたは、え、家で刺繍やピアノの練習に悩んでいるものでもらう。諦めましょう。でなければ家出をしたり、刺繍を掘ったり、何かそれに対することをしましょう。彼の気を引く行動を起こすんです。それは全てあなたのためでしょう。あ、だからタトゥー入れたりとかしてたってことね。うん、いタトゥーね。
ハンナね、かわいそうやね、そう考えたら。うん、あのね、海外ドラマって結構面白いんですよね。私も好きなのはね、あるんですけどね、フレンズとかも大好きでしたもん。 DVD ちゃん持ってますよDVD 全シーズンも持ってますからね。いつでもだからあのマンハッタの6人に会えるっていうね。フルハウスも面白いですね、好きですし。うん、あ、スパナッチュね、スパナッチュね、まだちょっと見れてないんですけどね、私もね、いずれか見たいなと思って。うん、海外ドラマ面白いの、CSI とかもなんかね、面白いし、クリミナルライド、あ、NCI シリーズ、はあ、ドームとかもすごい。おお。毛布を使う羽目になる必要。君ならできる。信じてるぞ。ええ、そうよ。ふう。レッツゴー、ジョーシュ。レッツゴー。ねん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 。何物語ってるの。そうね、結構ドラマでもね、そうなんだよね、ドラマとかってね、見ようと思ったらね、その時間をね作らないとね、なかなか。アダムスタミリーとか懐かしいね。ドゥルルルン、ドゥルルルン、キャッスルが好き。へえ、フランク・ブラックって名前とか主人公のドラマが好きだった。ほう、どんなんやろ。私ね、見たことあるやつだったら、フレンズでしょ、フルハウスでしょ、で、なんだっけな。フレンズ、フルハウス、あと、あ、ジョイも見たし、で、シーズン1だけ、今のところシーズン1だけしか見れてないんですけど、セックス&シティも見たでしょ、で、なんだっけな。24のシーズン1の一巻だけちょっと見たし、か。アルフも見てましたね。あと、なんやったっけな。あれ、名前が。ブロッサム、そうだ、思い出した。あ、お風呂のこと、いってらっしゃいませ。大丈夫だって。コロンボ、ボイラーに火をつけりゃいい、地下のやつ。コロンボ渋いっすね、まだ。よし、二人はウィジャボード。ビバリーヒルズはね、見てないんですよね、青春ビバリーヒルズ高校白書は。ただあのドゥルルルン、ドゥルルルン、ドゥルルルンのね。いや、ディランだ。後で感謝しろよ。いや、そうだ。うん、あ、まあまあまあ、マジでよ。じゃあ自転車来いよ。うん、ああ待ってくれ。ああCSI とかね、名前は知ってるんですよ、もちろんもちろん。ね、ディラン・マッキーだ。いや、わかった。うん、自転車来いよ。うん、あ、太ももが上がらねえよ。いや、そう、奈良井さんがね、やってましたからね。そう。奈良井さん、本当に出なくなったからもな、テレビから。昔あの、奈良木さんがね、スミス夫人っていうね、漫才コンビやってた時にね、私は奈良木さんを知ってて、本当にこの人面白いなと思ったもんね。バーンノーティス、元スパイの逆襲とか、へー。なんかもうみんな、すごいね、みんな見てますね、ほんと海外ドラマ。なぁ、もう私もね、伝えに働いた頃って時に、なんかね、本当に海外ドラマブーム来た時あったんですよね、24をきっかけに。で、その後にプリズンブレイクとか、ロストとか、何かね、バーッと出てきて、で、それをきっかけになんかこう、いろんな海外ドラマがね、OC とかね、OC って言うともう垂れそうやけども、もう、今となっては OC イコール垂れそうになっちゃったけど、その前は海外ドラマの OC ね、あったからね。褒めよう。あの二人超お似合いなんだけどな。まあ、確かオレンジカウンティーだったかな、 OC。 場所だってあれオレンジカウンティー舞台だから、多分オレンジカウンティーだったかな、ね、OC ですってね。このまま放っとくとグリスが告る頃には老人になってるだろう。ジョシュのちょっと、ジョシュちょっと目が怖いけど言ってること面白いよね、やっぱり。
ね、あと海外ドラマのちょっと悲しいところは、人気がないともうどんだけ通気があるってなってもうバッサリと打ち切るところがちょっと悲しいんですよね。トゥルーコーリングっていう海外ドラマあったんだけど、あれもね、あれも完全打ち切られて、なんか話途中の感じだったのに、人気がないからってなって打ち切られて、ツタヤで働いたところにめっちゃ問い合わせ食らいましたもん。トゥルーコーリング続きいつ出るんですかって言った時に、トゥルーコーリングなんですけども、ちょっと、ドラマ自体が打ち切りになっちゃったみたいで、って感じに説明するときの、もう、なんだろう、お客さんに説明するのがちょっと辛かったもん、本当に。ってなった。なあ、サム。何、ジョッシュ。言いたいことがあって。それとはまた違うけど、キャッスルはヒロイン版、ヒロイン降板ってので新シーズン制作中止になった。へぇー、そうなんだ。まあでもそういうのでね、本当に。あ、ちょっと待って、安心させよう。ジョッシュ、友達でしょ。ねえ、いつだって力になるから一緒に乗り越えようよ、みんなで。ああ、楽しんでくれればいいんだ、だろ。今の選択肢良かったのかな。多分なんかジョッシュ的には忘れ、なんでここに呼んだのかっていうのを忘れさせるつもりはなかった、忘れさせたくないんだろうな。なんかちょっと今のジョッシュなんかって感じになったもんな。ちょっと失敗したかな。地下に引っ張り込んじゃって悪いな。ああ、お湯を出してくれさえすれば超ご機嫌になるから。まあ、一人でここに来させたりはしないよ。忘れたくないし許せないんでしょうね。そうだね、確かに。だって二人の妹を失ってるわけなんですからね。一人で大切な、やっぱね、私もなんかそう大切な人とかね、失ったりとなったら、それはやっぱ気持ちもね、こうなんかこう暗くなるというか、なんというか。なんでバット？こっちだな。なんでこんなところに？ジョッシュの？ああ、いつも親父と野球をしてたんだよ。親父が忙しくなる前の話だけどね。ああ、慰めの言葉はいらないって。じゃあ俺は給湯器が直せるかどうか見てみるとするよ。今なんか蝶が飛んだな。幸福？幸福の魔王？ねえ、これ持ってくれる？今のは？今のって？なあ、手元が見えるよう照らしてくれ。バタフライエフェクト落ちましたね。動かない。おい、あー、あれ照らしてくれよ、俺が見えるように。はいはいはい、わかりました。動かなかったんだけどな。やったな。これ隠れてる時とかこんなんなるんやろな。それよりこっちが先だ。ボイラーに火をつける前に水圧を上げないといけない。なんだか難しそうだね。いや、すっごく単純さ。こう、こういうことか。ここちょっと難しいかも。ちょっと待って、もう一回。こう入れて、落ち着いて。簡単だよ、ライトがついたらボタンを押せばいいんだ。オーケー、今度はうまくやる。あっそあっそ
で、こうやって。あ！こういうことか！おお、いい感じじゃん。やったら、ハイタッチだ。なぜハイタッチしなかったんだろう。何今の。何がいてもおかしくない、凶暴な奴ら。ねえやめてよ、うん、ただの冗談だよお前マジでビビってただろう。いたずらしてやろう。なんで。後ろに何かいる。嘘つけ。上州マジで後ろに何かいる。よし参った、負けたよ。サーティーラブ。おい待てよ、いきなり30点。違ったっけ。15点だろ。ほら私卓球しかやらないし。ねえ、あなた聞こえてるよね。でもやっぱりなんか聞こえるな。なんだ。なんかリズムもやけに規則的。え、そうか。全然そうは思わないけど。こうだね。元の正体確かめた方が。なんで。もしパイプが壊れてたりボイラーに問題があったりしたらどうする。ないね。私なら自分のせいで火事でも起きたら嫌だけど。まあ確かに。オッケー。カンカンコ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 ンクイーン。誰か分かったけどよ。ちょっと何、なんで鍵がかかってるの。不審者が入れないようにさ。よあ、何よ。どういうこと。じゃん、見事に引っかかった。マジいいね、やるじゃん、さすがだ。どうして、なんでこんなことするかな。映画の小道具がかなりいっぱいあってさ、ならばってせっかくだし使わない手はないじゃん。こいつをこいつをグーで殴りたい。お前もローリングにしてやろうか。いやそうだったらよかったけど最高だ。組んでたんかよ。じゃあちょっぴりこのバカないたずらが面白かったって認めてあげてもいいかな。天才だろ。ちょ、そんなこと言ってないし。厚切りジェイソンちょっと似てるけど。ホワイトジャパニーズピーポーやな。どうせちびったほんまに、あまほんまに。ねえちょっと一体何着てるの。ついに天職を見つけた。うん、じゃあ沈黙の誓いを立てるって言ってオッケー。で例のものは見つけた。じゃじゃーん。お見よ、霊界への片道切符だ。私はパスするね。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂が映ってる、うん、ってことでバイバイ。あ、それと上司には気をつけてね、企んでるから。さて、映画の衣装がなんか小道具がいっぱいあるって言ってたけど、親父さんなのかな。親父さんとかが、ちょっと待ってや、おい！なあ、臓物が気持ち悪いって言ったから。ゴキブリまで用意してるんかい。について君がどう思っているのか教えてほしい。同じ恐怖を持っているかね。目の前にこんだけ用意されて、そんなことない。いや、嫌なだけです。では、君は
怖がっている人についてどう思う？まあそれは。なるほど、マイクは孤独を恐れている、かわいそうだと思うかね。なんでマイクのこと言ってんの？あー、マイクは孤独を恐れている。あー、その通りだね。君のゲームにはあまり反映されていないようだね。音小さい？あ、了解です。ボリューム上げる？あ、そういうこと？じゃあボリューム戻しますよ。あんま上げすぎてもね、うるさいと思うんで。近い近い近い、カレー臭が、カレー臭がプンプンするぞ。カレー臭が。自分や他人のどんなところを大事にしているか。チャンネル会員入会ありがとうございます。ありがとうございます。精神か誠実さか。誠実さかな。では、たとえ友達がどんな状態になろうとも真実を伝えると、では誠実さと思いやりでは。思いやりかな。ずいぶんと心優しいようだな。さすがだ。あ、またしても時間となったようだ。次回また話そう。次回って、おい、返してよ。そこのフックは何ですか。その人を首を吊りそうな。ああ、これまでの話アンティルド、いよいよチャプター3から。ふざけただけよハンナ。バターナイフを持ってる。ブラックウッドで起きた痛ましい事件から今日でちょうど1年が経ちました。ハンナもベスも俺たちがまだ仲間でいて、二人のことを忘れていないのを喜ぶと思うし。ああ、ちょっとなんだか親密になっちゃってる。どう、バタフライエフェクト。あれね、今なんか言った？ああ残念、色仕掛けに夢中で聞こえない。やめろマイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。ああ、わかった。今の聞こえた？ねえ、ちょっと一体何来てるの？いいよ、霊界への片道切符だ。あ、それとジョッシュには気をつけてね。あ、おうからお帰りなさい。そういうことするんだよ、ジェス。そう、このジェシカはどうなったんだろうな。よし、どれどれ。おー、チャプター3、孤独。霊と更新するには先入観を捨てて、抑制を忘れ、すべての欲望と意志を他のものに委ね、高齢術師が引き起こす現象に身を委ねなくてはならない。つまり僕に。嘘ばっかり。参加者全員が指示に従い服を脱がなくてはならない。クレスコラ、真面目にやれよ。本当だよ。俺は脱衣麻雀じゃねえんだからよ。もういい、早く始めよ。何をするつもり？はいはい、こっくりさん的なやつ。アシリー、最近回収したことだし霊媒師役やる？もう、じゃあ不真面目に。オッケー。ああ、誰かいる？もしもーし、答えてください。幽霊さん、いらっしゃいます？アブラカタブラ。おいおい。聞こえてるんなら合図してね。そうだよ。ピースとか止まれとか。真面目にやるつもりがないんなら。わかったってば。誰かいるの？いるなら返事して。え、こっくりさんや、やっぱり。ちょっと待った、動かしたの？何もしてないよ。また動いてる。青木さん、辰井麻ちゃん、ご敬遠は。H、 なんだって。ご飯行ってたんですけど、ジェスはどこまで来ましたか？あ、ジェスはまだそこまで抜いてない。でもお帰りなさい。辰井麻ちゃんは、ゲームでなら経験あります。せめて相手が誰なのかわからないと。ウィジャ版確認しよう。あれ、あなたは誰？動き出した。いいぞ、 S I S T E R シスター、妹。妹？
るのだよ。こんなの嘘に決まってる。うるさい、誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。ああ、でもじゃあどっちのことだよ。アシリー、聞くんだ。ベスかな。あなた一体誰なの？ベス、あなたなの？おお。嘘だろ。ジョッシュ、あなた平気だ。本当に？なんならやめたって。いや、おい、無理するな。何を言うのか聞きたい。何から始めれば？いいか、もしこれが本当にベスなら、あの夜何が起きたか分かるかも。そうね。うん。それじゃあ。まず謝ろう。ベス。去年ハンナとあなたの身に起きたことについて謝りたいの。ねえ、聞こえてるんならどうか許して。私たちとても後悔してるの。ベスもハンナも。本当にごめん、二人とも。H A N N ハンナだ。まだ動いてる。K ハンナ K L L 嘘でしょ。ハンナ殺されたな。一体どういうことだ。もうやめたくなってきた。殺された。続けないと。とにかく落ち着こう。多分ハンナは誰かに殺された。わからないよ。じゃあ質問を変えよう。じゃあ確認をしようか。なんかこのハンナを殺したの誰って聞くと多分わからないはずだから。ハンナはどうやって殺されたの？ L L I B B 図書室だ。図書室に何かあるのかも。 B R O O 証拠があるのか。図書室にゃー。わお。なんなのこれ、クリス。いいか、こんなのデタラメだ、現実じゃない。ジョッシュ、私にも訳がわからない。いいか、俺をからかってこの悲しみを乗り越えさせようとしてるのかどうかわからないけど、こういうのマジで迷惑なんだよ。ジョッシュ、ちょっと、ウィジャボードをやりたがったのはあなたでしょ。落ち着けよ、アシュリーのせいじゃない。ふざけたことしやがって、もうたくさんだ。ねえ、追いかけた方がいい。いや、どうかな。きっと平気だよ。なんかいた？え？いた？ジョッシュは悪くない。あんなのおかしいもん。物が勝手に飛んでくなんて。君がやったとしたら、お見事の一言だよ。私何もしてないってば。言われた通りにしてみない？図書室を覗いてみようよ。いたか。あ！ジェス！ジェス！クソったれが。いやいやいや、あの叫び声からしてもそういうクソったれがって言ってる場合じゃないよな。お風呂入ろうと裸になったけどまだパソコンの前。風邪ひかないでくださいね。風邪ひかないでほしいのとね。面白くない。そう、私みたいに喉を痛めたりしたら咳とか垂れたら大変なことになりますからね。いやね、おかしかしない。もう分かってた。それはなんか来ると思ってたからちょっと構えてたから、まあそこまではちょっとこう。いきなり脅かしやがって。なんでここにこんなもんが。ジェシカ、勘弁しろよ。袋に罪と書かれてる。ほう。でも夏になるとどうしてもね、やっぱパンイチとかね、裸になるってね、すごい。うわーっともう心配させたのに、もう。これ見てよ。誰が見るもんか。いや、嫌だね。全部撮ったのかよ。見てよ、この顔。マジでビビったんだよ。いきなり飛びかかってくるなんて。ここ森のど真ん中なんだぜ。怖かったの。誰かに送りでもしたら。何？お前を殺す。
マイクって女の子みたいに超キュートな叫び声なのね。本当の姿を知るにはビビらせるのが一番ってことだね。うん、カッコつけよ。まあでもズボンはまだ履いてる。へえ、そうなの。ああ、もっと頑張らないとな。チャレンジのつもり？覚悟はできてる。えい、見られてるぞ。なんかいるなぁ、やっぱり。ねえ、なんかあの味方がプレデターっすよね、確かに。で、トーテンポール見たけど、ん？導きのトーテム、何かをこう行く感じになってたかね。うん、こっちだとも多分戻るだろうから、黒は4の象徴かまでた。大丈夫、私は人を襲うことはないから。マコツ、やっとお手について見れた。ああ、ケンちゃん、お疲れ。マクフェスは楽しかったかい？あ、死の象徴ね。死ん、4だから、ね。ん？かまでだと逆に叫んで逃げそう。わー出た、やーって感じだから、弱いじゃねえか、こいつみたいな。女性食いの釜首と聞いたんですが、で、女性食いって男ならみんな女性食うでしょうが。食料的な食うだったら、今までのね、別の、そういう事件とか重々しいの歩けますけども。おい！誰かいる？じゃあ仕事終わって帰ってから見まきます。あ、お疲れ様。赤ちゃん気をつけて。楽しかったです。夕食のラーメンうまかったです。お、マジで。お、お、お、ちょっと。あ、しまった！もう、操作が操作が難しい。あー、もう一回スプラッシュ了解です。ちょっと待って、この、うわー、ちょっと反転にしても難しいな。ちょっと次から気をつけます。とっさの判断と瞬発力っていうのかな、大事ってことだね。あれ帰ってみないか。仕方ない、お風呂行ってきます。はい、行ってらっしゃい。今のテクニックは後から大事になるからね。はーい、はーい。ねえ、もうなんかスプラッシュっていうのでもうついてますけども、大丈夫です。私はちゃんと小手半見てますからね。気をつけてくださいね。私もね、本当にね、酒飲みすぎてね、何度もね、こうゲロっちゃってることはね、経験しますからね。あれは本当辛いからね。まあリスナーの何人かもそれを経験したことある人はもうあの辛さはわかると思いますけどね。飲みすぎたの、飲みすぎたのはってね。いいね、本当マイクの言った通りみたいだね。何？このコテージ。わかります。酒飲めない。まあ了解です。うん、なんかあるな、ガスマスク、古いマスク。これはこっちにしようか。あんまり悪ふざけするもんもな。おい、この仮面見ろよ。やだ、何？すんげえ不気味じゃねえ？ほんとゾッとする。好きなんだろ？したい？うん、マイク、やめてよ。残念、そうか。気に入ったぜ。あられちゃんのところかな、ガスマスク。それ鳥山明先生やね。使えるならたびに飲みすぎないしようよ。ああ、了解です。あと2年したら私にもなる、わかるのかな。
まあそうならないように気をつければ大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫。あんまり無に、まあ、無茶したね酒飲みは本当にやめた方がいいから。あのなんか、一気一気とかね、あんな体格系乗りのね酒なんかね、何がおもろいねと思うからね。あれ完全、それは完全なパワハラなんで、ね、そういうのじゃなくて、あの人と会話楽し、その飲みたい人と会話をしながらもお酒っていうのが楽しいから。そう、気使う酒飲みの飲みニケーションなんて本当ただの使いやからねー。酒一杯使うのに、まあまあまあ、そんな、まあそこはね、そう、ウコン食べま、ウコン食べましょう。もうウコンを食べるところからが、飲むんじゃなくてウコンの力を。すごいあれだね。あれ？撃たれて死んでる？うわー、えぐい。あ、違うわ。ひどいな。残酷だよ。かまくにさん一番好きなお酒、ハイボールかな。そう、お互い気持ちよく飲んでこそいいものだよね。いやー、ひどすぎる、かわいそうに。しっかりしろ。大丈夫、平気だ。マイク、この子すごく辛そう。すぐに終わるさ。いいな、楽になるよ。マイク、もうマジで今の一体何なの。知るかよ。足がある、こっちはこっち。マイク、あぶねえ。あ、マジか。どうだどうだどうだ。あぶねえ。もしかしてあの視界は、ジェイス、盾を早く立つんだ、早く。おお、ハイボール美味しいよね。あれ多分クマじゃないの、視界的に。疲れた、マラソンでもした気分だよ。本当にもう、そしてパンツ見えてるぞ。チェイス、パンツ見えてるぞ、パンツにも。私全然見えなかった。まあもう襲ってきたりはしないって、絶対自信満々ね。クマがドアの開け方なんて知ってるわけないだろ。壊し方は知ってると思うけどな。見たけど。え、どこで。インターネット。マジ。そして、まあ、父でけえな、確かに。じゃない、いいか、現実だ。それにクマだかなんだか知らないけど。そう、クマは侮ることなかれ。信じてあげる。龍が如く5では西島さんはクマを素手で倒してるけど、クマを猟銃使って勝てないかって言って拳で最後戦うけど、最終手段は己の拳だって言って倒すけど。ああ、隙間風だらけだよな。でも暖炉ならあるみたいだけど。けど火がなくても温まれるだろう。マイク、レディーにはロマンチックな設定が何よりも大事なの。何な。そうなの。女の子はムードいっぱいの明かりつけて、暖かい火のそばで彼氏と寄り添うのが理想なの。ああ、でも体を寄せ合えば暖かくなるって。うん、家を壊して侵入して襲う場合もね、あるもんね。暖炉、それにムードライト。はい。はい。あ、そうね、キルちゃん、そうね、虎とも戦ってたもんね、2匹の虎と。へいへい。じゃあ、いろいろとやりますよ、お嬢様。ジェシカお嬢様。まず、ライト。ライト。よし。これでムードはバッチリだな。いやいやいや、まだまだ。で、開けて、はい、薪を入れて、薪を入れて。よし。薪の準備は OK。はい、じゃあ、待ち。ね。黒柳さーん、黒柳さーん、黒柳さんはどこ行った？あった。マッチでーす。と思ったら全然ちゃうかった。全然ちゃうかった。あ、僕もどう？氷の彫刻とキスする羽目になりたくないなら早く火を起こしてよね。
今すぐに。ちょっと待ちなさいよ、本読んでんだよこっちは。ね、黒柳さーん、遭遇したのは俺たちだけじゃなかったみたいだ。全然安心できないんだけど。狩人のシンボルは豊かな狩り場、蝶のシンボルは未来の予知夢、そして毒のシンボルは悪霊払う。ほほー、そういえばそうですね、大の字最近見なくなりましたね。大の字の二人どんだけ時間かかってるわけ。まあうるせえな。これ見ろよ、火をつけるもの。いや、スナイパーライフルやん。左、あの右にしたら絶対怒られる。どう？掘り直した？ふっ、呆れた。男って銃を持つとどうして変になるの？ダメ。あー、ジェスあれだな、ジェスの好感度めっちゃ悪いやろな今ので。なんなん、銃持つと変になるってどういうことよ。脅かした方がいいのかな、この次には。どんだけド M やねん。じゃあほんまに常に銃持ってるゴルゴ、デューク東郷さんとかどうなんねん、ほんとに。もう何の女と抱いてると思うね、あの人。100回以上関数あってめちゃくちゃ女抱いてんねんぞ、あの人。落ち着いて、何がないんだ。私の携帯、バカ。ないのか。もう最悪。まあこの子にとってあれだな、他の銃の方がいいんだな、確かに。マジか。見つけないとやばいよ、親に。携帯落とすか、そして。今年だけで4代目なの。なくしすぎ。わかった。じゃあ探すの手伝うよ。きっと外だね。だな。でも外に出るのはやばいと思うぜ、クマか。そのデリンジャー島よ、ちっちゃすぎるやろ。わかった。で、ちなみに結局マッチどこにあったの？ここかい。黒柳さんはギンギラギンにはハートに火をつけてやるぜ。ドアーズですか？使いたくてしょうがなかったんでしょ。ほんまにハートに火をつけててドアーズですか？レコンツールズアザサイド、ブレコンツールズアザサイド、ベックンスローズアザサイエーって。あれ、あの、空耳ありますからね。おー、ちげっちげっ。どうだ、絶対皆さんどっかで聞いたことありますよ。ハートに火をつけ、あの、ブレックンスローズアザサイド。ブラボー。では、お嬢様。ドゥ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 。そっか、言ってくれれば用意しておいたのに。ねえ、いえいえ、おのんの股間の中にあるホワイトフェアリーっていうお酒を作ればいいや、カクテルを。まだ。ああ。俺、なんかした？ううん、そうじゃなくて、あなたはそういう相手か、どうかなって、その、わかる？ほら、私の問題なの。あ、ジェス、俺は本気だ。俺がどう移ろうと、そのチャンスをくれ。きっと期待に。俺の匂い酒。その自信満々な好き。マイク、ブラインド。ブラインド？あ、閉めてくれない？誰もいるわけないだろう。見られてる気がするの、なんか嫌な感じ。ジェス、心配ない、平気だって。まあいい時間だな。だから本当に嫌なんだってば。分かったよ、閉めりゃいいんだろ。まあ見られてるな、確かに。見られてる気がするというか、本当に見られてたな。よいしょ、いーあれ、よいしょ。ほら閉めたよ。さーて、何だったっけ。ごめん、あ、ごめん、なんか私ビビっちゃってて、このまま続けるのはちょっと無理かも。え、何のこと。私自信満々でセクシーな女の子みたいに振る舞ってるけど、本当は正直言うと私
すごく自信がないの。まあ分かってた。気丈に振る舞ってる姿だなっていう。まあここはマイクは男も見せろ。そんなこと言うなよ。え？自信なくす理由なんか全然ないって。もうあなたには分からないの。分かるさ。それはみんな同じだよ。誰だって不安だ。でも君はコントロールしてる。建前じゃなくてちゃんと本物だ。そうかもね。ああそこがまたセクシーなんだよ。おぼこなんだね。本当に？ああもちろん。毛布でも見つけてきてよ。そしたら火のそばで一緒に座りながらあなたがどれほど嫌なやつか考えよ。オッケー。じゃちょっとジェシカの好感度見てみようかな。あま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 だマシか。他の人たちらに比べたらまだマシか。まあ待ちな待ちな、まあ、探してる。てかなんかあったな。よし、これで少しはいい感じになるかな。大丈夫かこれ、しないか。ほら。おい、大丈夫か。何してるの。あ、明かりがさ。言われなくても分かってるよ、壊したんでしょ。多分配線の問題じゃないかな。頭の中の配線もね。誰がうまいこと言えた、あんたにも。あれこれ、ハンナ。あら。ねえマイケル、毛布は？はいはい。ね、夫婦の会話っすよね、確かに。お、なんかある。R2 のボタンが、あ、あったあった。どうぞ、マダム。お望みの毛布です。ムッシュは何がお望み？それでは私は滑らかさとぬくもりとそれと裸を。とかいつの間に脱いでなんかビリーヘリーとビリー兄貴みたいな体になってるな。おお。マイク、今の何？知るかよ。何なのか見てきた。あ、好感度が高いと下着姿になるけど服が着てる。あ、残念。私の中では好感度は低かったんだな。残念だ。脱がすことはできなかったジェシカを。どこが聞こえた？向こうか。さあ、あれなんだろうな、ジェシカはあれなんだな、脅かしたりとかしてこうドキドキさせる方が良かったんだろうな。難しいぜ。おお。しかもこれジェシカの携帯じゃね？君の携帯だ。え？なんで私の携帯が？さあね、窓から入ってきた。もうあいつら最悪。アンティルは何度もやり直してこそ。あーなるほどね。あいつらだよ。私たちがいい感じになった途端にいたずらしようってつもりなんでしょ。あ、どこいるね、ジェシカ。ねえ、ちょっと聞いてる？あんたたちよ、いるのはちゃんとわかってるんだからね。そんなに邪魔したいわけ？私たちの楽しみをぶち壊したいの？でも全然脱いでないくせに。無理だから、絶対邪魔させない。マイクと私はやっちゃうんだから、聞こえてる？私たち本当にやっちゃうんだから、それも激しいやつをね。楽しんで、私たちもゆっくり楽しむから。マネサさん、ご連絡ありがとうございます。好感度高いと下着姿で外出る。どんだけ元気やねん。あ、本当に彼女たちが話しかけてテイクアウトされちゃったな。わからないよ、本当だと思いたいのかどうか。彼女がお持ち帰りされてしまった。寝取られちまったよ。
募集今の募集とやったのか、こういうことか。話した時女子怯えてた。ああまあ平静を保とうとしてたけどね。妹のこと聞かない方が良かった。でもそのために戻ってきたんだろ。まあそうだけど、でも高齢会はちょっとやりすぎだったかも。なんで SE あるんですか。用意したからですね。それではまたことくんボッシュート。ちょっと待って、なんでなんで本が飛んできた。なんで見て、何を。本の後ろに何かあった。うん、あれ何。で SE と本飛んでくるタイミングが良すぎたわ本当に。押してみる。ボタンは押すためにあるだろ。川栗さんの SE 準備は本当すごいんだよ。そうだよ、本気出したらすごく用意するからね、本当に。いろんなものを駆使して用意するからね。ああ、そっか。好感度高かったら、下着で姿で募集されるってことか。だったら、ラブコメがいいな。ワシントン家が秘密の部屋を作ってたなんて。あったことさえ知らなかったかも。ここ古いし。で、入ってみる。お先にどうぞ。ダメ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 、私あと。わかったよ。なんかまるであれだな、もうテラスハウス見てる気持ちやな。恐怖のテラスハウスみたいな。おお。すごい。え、これって何があったの？あれ？ひっくり返し、あ、ひっくり返せるな。うお。俺は奴らを捕らえ、豚のように皮膚が開いて秘密みたいにしてる。16面。カイハンとベス、俺は16面待ち続けた。ジョッシュ、くせえなぁ。正直言おうか。君のことあまり怖がらせたくないんだけど、これを見て。え？それ何なの？多分、ウィジャーボードが僕たちに見つけて欲しかったものだよ。手がかり？そう、手紙だ。ちょっと見せて。てか、あ、脅迫状か。クリス、やばいよ。ジョッシュに教えなきゃ、今すぐに。教えちゃっていいものなのかな。テラハウスのも恋模様ではなく謎解きも新要素だよね。そしてさっきまで閉まってたのに急に開き出したな。スタッフが開けてくれたよな。裏でスタッフが開けてくれました。あ、あと開始して休憩挟んだらだいたい1時何分だ今だとしたら、20時半15分ぐらいだから今は1時間半ぐらいか。またどっかのちょっとタイミングでちょっと休憩、軽く小休憩挟もうと思いますので、まあスケジュール立てとしてはあんな感じにしましたけども、多分トイレ休憩挟んだ方がいいかなと思いながら思っちゃったので。うわー、なんかでっかいポスター、キリスト教の。あ、お帰りの方お帰りなさーい。何してるの。あー、 SE が用意できなかった。から見えた光だ。うん、電気もないはずなのに気味悪。あ、そうね、次は誰のアップかな。じゃあちょっとまずクリスのアップしてみようか。ならなかった。こっち見たらどうだクリス、なったー。やっぱ普通だな。クリスなんかやっぱ元の顔立ちもやっぱすごくいいからなんか絵になるよね。こうなんかちょっとこう、あ、イケメンって感じの。あ、イケメンやって。ホワイトジャパニーズピーポーとは全然違うやん。意外とイケメンやん。茶化しながらも。ね、マイクと大違いだよ。マイクと大違いという言い方もあれやけど。そう、君たちも、君たちも入会したのかいってね。まあ、そう、厚木ジェイソンさんもイケメンだけどね。うん。そう。ふいうちジャパニーズピーポー。だからやっぱり、あれだね。あ、違う違う、いた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 、ここ。あれだよね。マイクやっぱね、ネタだな。厚木クリス。
ちゃう、薄、薄切りクリス。面白い。あれでも、あれさっき入って、あれ入って、奥行って、あれなんで俺あんなとこ戻ってきた？どういうこと？あ、繋がってたのね。なんか、周長の顔があるの。ジョッシュのお母さんだ。ほう。ええ、先住民たちとの関係を良くしようと頑張ってたみたいだね。ああ、負の歴史が長いからね。